今回は奨学金まで借りて大学に行くのは負け組だという、ニートのイッチの話を紹介するよ。正直さ、奨学金借りて大学行くのってバカじゃね？ワイは18歳のニートなんだけどさ。別に家でパソコン使って何でも学べる時代だろ？大学に行く学力がない奴の負け惜しみなんじゃないのか？そういうのは有名大学に合格してから言えよ。ニートのお前が言っても何の説得力もないけん。まあ大学受験は面倒でしなかったけどさ。あのセンターの点数とかに何の意味があるんだよ。ワイは18歳でニートやけどプログラミングができるし外国の奴らと英語でやり取りしたりしてるぜ。で、お前らは何ができるんや？英語すらできないんだろ。確かにワイはTOEICも英検も受験してないけどさ。ネット繋いで海の向こうの奴らとはあれこれやり取りができるんだから十分だろ。日本のアニメが好きな奴が多いからアニメの話をしたりプログラミングの話や最新の AI 技術の話で盛り上がってるわ。なんだよまたニートの妄想か。負け組ニートの話なんかに耳を傾ける奴なんていないだろ。どっちが負け組なんだろうな。確かに今は親の金で住んでるし食ってるけど、遊ぶ金くらいはネットで稼いでるで。まあマクロ作ったり Python コード書いたりしてんだけどさ。普通に家にいてもパソコンがあれば稼げるし大学なんかで学ぶ意味ないだろ。今は英語とプログラミングしかできないけどネットさえあれば最近なら大抵タダで学べるしな。ネオニートとかってやつなのか？1円でも稼いでるならニートって言わないと思うんだが。ユマルポンも大きくなったらこんな感じになるんか？ユマルポンよりはイッチの方が頭脳はありそうだよな。実際さ、面倒な受験勉強に時間を取られて奨学金まで借りて大学に入ってどうなんだよ。大学で学ぶことなんて仕事には繋がらないことが多いし遊んだりバイトして過ごす奴らも多いだろ。ワイの友達なんて働きたくないから大学に行くって言ってたんだが、ニートのワイと何が違うんだよ。大学生なんて金を払ってニートをしてるようなもんだよ。ああいうのは本当にバカだと思うんだよな。みんながイッチみたいにネットでプログラミングや英語を学んで家で稼げるわけじゃないんだぞ。まあイッチみたいにその手の才能があるなら大学に行かずに家にいるのもええのかもな。でも稼いでるって言ってもお小遣い程度だろ。しかもどんな仕事か知らないけど日雇いみたいなもんなんじゃないのか。年金やなんかはどうするんだよ。年金なんてどうせワイがジジイになる頃にはほとんど戻ってこないだろ。会社で働くと厚生年金だなんだって取られるけど個人なら取られもしないしな。これからはイッチみたいなネオニートが増えるんかな。順応できるやつばかりじゃないだろ。まだイッチみたいなのは少数派だと思うぞ。できないと思うからできないんだろ。大学行くための受験勉強の時間、アホらしい人付き合いをする時間、大学に入ってからの無駄な4年間、これを全部使えば、遊びながらでもプログラミングくらいできるようになるだろ。できないならよっぽどのクマルだな。正直ネットのプログラミングスクールとかに入る奴らもバカだと思うわ。独学で学べばいいだろ、独学で。今時オープンソースも落ちてるし多少英語がわかれば質問も答えてもらえるで。だんだんイッチに言い返せる奴が減ってきてくさ。イッチは安定は求めたりしないのか？もしもっとお金が必要になった時にネットじゃ安定しないだろ。でもプログラミングができるならそこまで食いっぱぐれない気がするな。奨学金で大学もバカだけど、その後もスーツを着て毎日満員電車に乗って、嫌な飲み会に参加して、そんな生活アホだろ。親が生活費を出してくれなくなっても外で働く気はないな。ネットで一気に集中して稼いでしばらくまた遊んで暮らして、足りなくなったらまた稼いでってそんな生活でいいと思ってる。今時、ネットが最強なんだよな。もう大学も学費をもっと格安にして家から学べるようにしたらいいと思うわ。東大の有名教授の講義を録画してみんなが見えるようにしたらいいだろ。エフラン大学なんて全部潰せばいいし残った大学の講義を家で見れればオッケー。そしたら奨学金に加えて無駄な家賃に困ることもないしな。ところどころ正論っぽいのもあって言い返せん。これで一致が40代50代でネットで成功してって話なら納得するんだけどな。まだ18だろ？それはただの負け惜しみだろ。いつか大卒じゃないことを後悔したらどうするんだ？それはただの負け惜しみだろ。まあそれぞれの生き方があるからな。ワイは外でみんなとワイワイするのが好きやし仕事も外で働きたいわ。一致に彼女ができたとして、外で定職についてほしいって言われたらどうする？別れるかもしれないな。彼女と結婚するためだけに外でリーマンする気はないな。はい、じゃあ彼女はいらないってことか？いらないわけじゃないけどさ。Y を受け入れてくれる彼女じゃないならいらないかな。 Y が相手に合わせるつもりはない。まだ若いな。まあ一致が20代30代になっても今と同じことを言えてるならいいんやないか。答え合わせは10年後か。嫉妬して負け惜しみを言うのは勝手にすればいいけど、マジでこのスレを高校生や大学生が見てるならアホな生き方はやめた方がいいと思うわ。これからは一致みたいな生き方もありなんかな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートだが親の仕送りが来ない。辛い。振り込みがない。
ってけねえよ。食わなきゃダメ。お腹空いたよ。はあ、おにぎり食べたい。働け。働いたら負けだと思ってる。あとラーメン食べたい。働かないなら丸ね。ワイには生存権がある。これを機会に働くんだ。遺産から超越。一番立ちが悪いタイプや。早く振り込まれないかな。バカじゃねえの。自分で稼ぐこともせずに素で口開けてるし仲よ。それでええやん。じゃあ時給2000円で雇ってくれ。別に生きていたくないよな。ま、頑張れ。あ、喧嘩売ってんのか。売ってあげても買うお金も解消もないでしょ。負け組は引きこもってろ。あ、別に生きていたくないよな。俺は飯食って寝られてれば満足かな。人間も動物だし高い志なんてなくてもいいんじゃない。てかマジでお金ないわ。誰か俺に寄付してくれ。恵まれないニートに寄付をお願いします。お願いします。働け。働いたら負け。うわマジもんだ。つうか人間も動物って思うなら動かないと丸ぬってことも理解すべき。動かないでも生きてけるよ。ワイは怠け者や。怠け者は動かず最低限のエネルギーだけを消費して生きる動物だし、自力で食べ物も手に入れてる。お前みたいなやつは寄生虫って言うんだよ。勉強になったね。飢えそうになってるじゃん。大卒？中卒かな。恥ずかしくないの？まあいいかな。今の自分で満足はしてる。自分にいくらの価値があると思う？7000万かな。中卒の生涯年収や。俺も中卒だけど一人暮らしさせてもらえるって羨ましいわ。やれやれこういうニートが一番困る。親亡くなったら生ポ受給できそう？親が亡くなったら働くかな。働くなよニートであれ。少年よ、ニートになれ。アホ。金がない働かないなら檻のついた建物に入ればとりあえずしのげるよ。刑務所なんて暴力団員とか荒くれ者しかいないでしょ。ホームレスのがマシだわ。ほんなら実家帰ればいいやん。暇だね。親が丸んで人生詰まっても苦しいかもしれんが自丸だけはするなよ。刑務所はもう老人ホームみたいになってるんだよな。奴らに跳ね返ってほしい。お前の分まで昼飯たっぷり食うわ。クソニート。せっかくの有効求人倍率の売り手市場なのになんで働かないの。いけるか。おい、本屋に行って食べられる草を調べてこい。こういうふぬけほんと丸ね。実家に帰らない理由は何なんだ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど家族が急に他人の家に連れてくんのやめてほしい。逃げ遅れてリビングの隅に隠れてるけど、なんか質問ある。ほんま丸ねよ。早く帰れ。お前ら頼むよ。俺を励ましてくれよ。何日も人に会ってないんだよ丸みたい。誰か話そう。お願い。結局人生は丸ぬか働いて丸ぬかの二択だぞ。助けて明日頑張るから。なんで無視するん。客人がいるリビングの隅に隠れてるってシュールだな。他人事かよ。家に電話して注意そらしたろか。電話のそばにいるからやめて。病院行け。心のな。明日行くからなんとかして。こっち来んなこっち来んなこっち来んな。外に行くか気違いのふりして追い出す。話し声聞こえない。帰った。お前に会いたがってるから油断させようとしてるんだぞ。気をつけろ。想像したらおもろい。お願いだから早く帰ってくれ。隠れきれてんの？それピンポンダッシュして注意そらしたろか。一人暮らししろよ。認知症ババア丸ね。無事被弾したわ。まあなんとか逃げれた。家に人が来るとニートは困るよな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートなのにお茶1リットル飲んでもうた。ワイなんて熱中症で丸ねばええんや。そうだね。お前もな。お前もニートやろ。4本目のペットボトルに突入したぜ。はぁ、あ、はぁ、あ、お前もニートやろ。うん。いつも備えお茶飲んでるの。今日は何も飲まずに寝てたから喉が渇いてしゃあないんや。いくら飲んでも満たされんわ。何もしてなくても喉渇くもんな。心は満たされないけど。汗で排出されるのか不思議と尿意を感じないわ。ニートなのに基礎代謝がええんやろな。アフトランし。首くくれ。いやいやはなんで丸なな。あかんねん。頭もおかしくなったの。頭が軽くおかしいからニート定期。成分ちゃうで。腎臓に良くない自然解質が出てくから気を失ったり最悪お盆前にあの良い気やで。ニートの心配してくれるなんてええやつやな。おいマジならもうやめとけよ。体に悪影響出るから。マジやぞ。カテキンは体にええんやろ。なんでやめなあかんの。ニートだけど1リットルのお茶を片手に街をぶらぶら散歩するの楽しいで。最後にアニマルエト、ゲマ、ブックマルフで漫画の新刊チェックし、本屋でニュートン立ち読みするんや。ニュートンって雑誌の？科学派ニートええな。750ml で2万円のお茶がぶ飲みしようぜ。4日で破産してまう。しかし全然尿意がないな。腎臓壊れたか？片道切符で旅でも行こう。ブローしようず。逆丸して無縁墓地行きもええな。旅なら20日からにしよう。18切符で1日でどこまで行けるかやろうぜ。18切符ってなんや。ウーロン茶って多分そのままだときついのみものやで。
何ヶ月も飲めば改善されると思って気長に飲んでたら1週間で皮むけるレベルで肌パサパサになった。そうか、スポドリじゃあるまいし薄めて飲むのはな。何でカフェインもきついからな。麦茶感覚でガブ飲みするのは危ない。その理屈で言うとお茶もカフェインやばいんちゃうの。やばいで。だから麦茶が重宝されるんや。しゃあないから塩混ぜて飲んでるで。鈍行1日乗り放題の5枚綴り券やで。興味ないし面倒さが勝る。でも本当は悩み抱えてんだろ。悩みなんてないで。味塩とかじゃない調味塩を舐めれば。塩舐めるなんて金のないアル中みたいやんけ。オイリー肌気にして飲み物全部ウーロン茶にしたら顔がパサパサになったわ。半分に薄めて飲むといい感じ。は？薄めたウーロン茶なんて飲めたもんちゃうやろ。三色紙か？三色紙ならその場合飲まなあかんぞ。ようわかったな。歯がえぐれて凄まじいことになっとるで。お茶はビタミンとタンパク質の吸収を阻害するがんねえ。はい、メンヘラコテのくせに賢い。三食しならいっぱい飲んだ方が逆にええんやで。食事中にもガンガン飲まんとどんどん発酵んとなくなるぞガチで。やっぱ飲んだ方がええよな。お茶は体に良いもんな。いや歯医者でいなめる質塗り塗りしろよ。いろいろな理由で医者はいけない。ニートくんがそんな金持ってるわけないやん。その通り。このペースだとテレビで映画終わる頃には3リットル飲んでると思うわ。ほな、また。飲みすぎ気ぃつけや。多分それストレスから来るんやで。ニートにストレスは草。麦茶に塩は正しいらしいな。なんか聞いたことあるわ。お茶も塩混ぜれば大丈夫やろ。ほんまに食歴ないんかい。給食中なんやろ。食歴ないこと見抜かれて草。レスの内容程度でも分かっちゃうんですね。それたいからにじみ出る罪の意識。ワイは丸7あかん。人間1日2リットル前後飲むのがいいらしいし、夏は何もしてなくても多めに飲むのしゃあない。汗の量えげつないし、むしろこれくらい飲まないとダメだよな。外出てみようぜ。その辺ブラッド触出されない程度に。ワイがニートなのは周知の事実なんやぞ。フラフラしてたら酔い笑いものや。糖尿とかだったり。糖尿でも医者なんかいかんぞ。デブならともかく真っ白クソ狩りニートがこの暑さでいきなり外出たら丸ぬぞ。やめとけ。その通りクソ狩りや。食歴といいなんでわかるんや。さっきから右手がしびれてるんや。変レス遅くてすまんな。お茶ばっかり飲んでないでなんか食べないとまずいかな。液状になれる能力者でもそんなには飲まんぞ。汗で出てるから平気平気。誰もおらんみたい足映画に集中するわ。ほな、また。お大事に。ニートなのに小さいアイス食べてもうたわ。お茶で調教された舌に染みたで。一日中何か口に入れとるな。ワイなんで太らないんやろ。ええ加減映画に集中せいや。CM が長いから主にその間にレスしとるで。映画終了。隙間の時間やから暇やで。親がマックテイクアウトしてきたから食べるわ。ニートでもお茶は飲んだ方がいいだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。この時間にいるやつはニートなの学生なの？どっちなんや。ニーチ。両方。学生ニートやで。ニートの定義壊れる。24歳、学生です。シフト勤務定期。ワイは今日の夜から夜勤や。慰めてくれ。夜勤中に寝るやで。夜勤って体調崩さないの？慣れやで。ワイは4日行って2日休みっていう勤務やから休み多めだからまだ大丈夫や。栄養やぞ。休みが土日だけとは限らない定期。自宅警備員か床屋やろ。大学辞めたニート。ワイ在宅。仕事中にオンジェイ楽しいわ。定年退職やぞ。何時ジーミンは畑耕してて。公務員志望やで。ワイ夕方からお仕事。お外に出たくない。家庭教師や。大学生やで。今から研究室行ってオンジェイするやで。辞めたことを絶賛公開しているニートやぞ。ワイの会社残業多いから辞めたいけどな。失って初めてなくしたものの大切さに気づくマイソールやぞ。英語でニートはきちんとしたって意味なんやで。ニート定期。ガチニートとしては学生でニートですとか言ってるやつを見るとイライラするわ。試験前に俺勉強してないわとか大声で自己主張してる外人見てるのと同じ気分。ぜひ働いて。内定はもらってるけど決めかねてる。工場勤務だけはやめとけ。今小学生の草刈りを窓から見てる。今週の金曜から働くで。ええやん、時給なんぼなん。時給1000。わお、事業所得と給与所得合わせたら月60から70くらいはあるんやけどどう思う？朝起きてラジオ体操行って部活午前中行って午後から友人の家でやライドやってた時期に戻りたいな。ラジオ体操はなかったけどこれが人生の楽園よなマジで。戻りたいわ。途中で友達の兄貴が混ざって5人になったからとりあえず学校行っていた連中と軽泥したり。学生だから、夜勤だから。この辺はガチニート。嘘つけ。ニートはそもそも身分を晒さないし、晒しても必要以上のレスはしないぞ。おはニートの生態自信に気。休憩時間やで。暇や。試験期間中の大学生やで。朝8時半始業で終了20時半は疲れる。連休も休室になりそうだし。
休みは少ないけど仕事中にこうして恩恵できるし給料ええしええやろ。のたそもって旅行もできる。それはいいなぁ。ワイはロボットに張り付きやからなぁ。感触でそれなりに給料もらって楽して金稼ぎたいんを。昼間でもニート以外もいるよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートって何がきっかけでなるん？就活く？ワイの兄貴は大学卒業してそのままやね。就活しないで？知らん、でも就活してるの見たことないわ。逆やろ、きっかけがないからニートになるんやで。不登校ぞ。ワイの友達は高学歴こじらせて就活で大手しか受けずに全てを祈り、それでニートになりかけてる。ある日突然。何があったんや？うつ病発症して会社辞めてから。それはしゃあない。しゃあなくはないやろ。まあニートなんか逃げてばっかの弱い人間や。そうなんか？せやで。学校から人から社会から逃げて逃げてできるだけストレスないような場所に行き着いた結果や。やめてくれメンス。リストラ。ニートなんか気楽そうやな。ニートの一日教えて。7時。起床、ママンと朝食。フレンチトーストとコーヒー。8時。犬の散歩、犬と猫の毛づくろい。生え変わりの時期なので念入りにブラッシング。9時。シャワー。9時半。猫を抱っこしながらネットでニュースチェック。10時から甥っ子襲来。姉とママンの談笑を邪魔しないようひたすら相手。12時に天気がいいので庭でバーベキュー。ビールを飲みながら肉を焼く。14時から甥っ子を連れて公園。アスレチックではしゃぐ甥っ子を眺めながら日陰で涼しむ。16時に甥っ子帰宅。ママンと夕飯の買い出し。17時から犬の散歩。18時から風呂。休日なので明るい時間に済ませる。19時から夕食。旬の春野菜の天ぷらとサラダでワインを楽しむ。21時からママンとテレビ鑑賞。ニートの大事な責務。22時から自室で猫を抱っこしながらプロ野球の結果と電王戦の寄付をチェック。23時から猫と遊ぶ。日中、構う時間が少なかったのでいつもより甘えてくる。24時に就寝。クソ優雅やんけ。クソ辛い仕事辞めたらなったぞ。働いてただけマシや。ワイニートになって3ヶ月経つけどそろそろ飽きてきたし、何より周りが頑張ってるから俺も頑張らなあかんなって思った。最初から思いなさい。ペット飼ってると時間あっという間だぞ。飽きるもクソもなくなる。ワイニートだけどバイト始めた。ワイ高校生将来が不安。メンタル丸んだら人生終了やで。やる気がないんだよまず。組織の上下関係でマウントを取ってくるやつは物理で殴れ。Y6 年働いていきなり抜け殻になった模様。お疲れさんやね。好きがあったから自分語り。ニートって将来の不安とかない？どうでもいい。今が良けりゃそれでいい。クズすぎはロタ。金どうしてるん？ずっと抜け殻状態。不安とかは通り過ぎて脳みそにもやがかかってる。うつかもしくは生まれながらの社会不適合者。まあニートなんていろいろな理由でなるよな。一期高校生なんか。高校生がニートを語るなよ。自分だって親に養ってもらってる存在やろ。そうだよな。ニートになりたいのか？ニートってどうなんかなって思っただけや。特にニートなんて特別なもんじゃないで。気づいたらなってたりするしな。ソースはワイ。気づいたらって、理由もなくなるんか？理由はいろいろやな。ワイは就活の失敗が原因やったで。就活や就職後の生活がうまくいかずにニートになるやつは結構いるよな。不登校じゃなかったやつが急になることもあるんか？あるな。ワイの周りにも普通にいる。ニートしたことあるけど暇で半年も続かなかったな。数ヶ月くらい休む程度がちょうどええ。やっぱりニートって暇そうだよな。そりゃ一日中家にいられるわけやしな。漫画とかアニメくらいすぐ見終わるぞ。でも一期高校生やろ。大学生もニートみたいな生活やで。大学時代のニート生活が抜けきれずにそのままニートになるやつもいるくらいだからな。学費がもったいなくないか？親のお金だからって気にしないクズもいるんやで。ワイのことをいじめるのはやめてくれメンス。ニートにも仕方がなくなるやつもいればサボりたいだけのやつもいるからな。校舎はただのクズや。まあ一気もクズニートだけにはなるなよ。ニートになるつもりはないよ。ちょっと聞いてみたかっただけなんや。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。